私すごい。調子に乗ってフルスイングしてんな。やってないことはできないぞ、凡人28号。そっか、しっかりやるのよ大吾。風林中野球部のこれからはあんたにかかってんだからね。うっそ、また勝ったの？女子6人の9人だけのあんたらが2回戦も？もう泣くことないでしょ。ちょっとだけだかんね。しげの泉役の声優、高森夏実です。私の思い出の中のパワプロといえば、小学生の頃にクラスの友達の家にみんなで遊びに行って、こうスーパーファミコンでね、遊んだ思い出があります。パワプロに今こうして関われて本当に嬉しいです。ありがとうございました。鹿児島アニータ、元横浜リトルレギュラー、ポジションはキャッチャー。うちは男子なんかに負けんつもりでずっと野球やってきたね。待って、嘘やん、嘘やろ。こんなミットに優しいふんわりボールで。いやや、うちこんなんで負けるとか絶対いやや。しげの先輩はキャッチャーとして、キャプテンとして、常にチームのみんなのことと先のことを見とる。鹿児島アニータ役の声優、村川理恵です。皆さん楽しんでいただいていますでしょうか。今回メジャーセカンドとのコラボということで、パワプロさんにまさかアニータ役で出演できて、とてもとても嬉しく思っております。ぜひですね、アニータを迎え入れていただいて、引き続き楽しんでいただければと思います。逃がしゃしないよ、ストライクショット。逃がしゃしないよ、ストライクショット。もしや、君たち野球部の入部希望者？大丈夫、やれるよ。俺のミットだけ見て投げるんだ。先輩を舐めるのは勝手だけど、野球を舐めるのだけは許さねえぞ！バットでピッチャーを助けることができるなら、そのチャンスを下を向いて逃すのはもったいないよ。打てるわけないけど、俺が諦めたら終わりだ。系統で完全試合なんてやらせないぞ。しげの大吾役の声優、藤原夏実です。大吾が中学生になって再び登場ということで、とても嬉しく思います。ありがとうございます。成長した大吾の姿を見ながら、ゲームもぜひぜひ楽しんでください。ありがとうございます。藤原夏実でした。眉村みちる役の声優、堀江由衣です。みちるちゃんは強くてかっこよくて、ちょっとちゃっかりしたでも可愛い女の子です。ぜひみちるちゃんを活躍させてあげてください。楽しんでくださいね。ちゃんとしろや、司令塔。あんたがしっかりしないでどうすんのさ。負けるつもり？はじめまして、私トートボーイズでピッチャーやってる眉村みちるって言います。何の心配？私の球を見たって打てるわけないんだし、 2,3 球で諦めるでしょ。まさかずっと憧れてきたこの人の、重野投手の息子さんと戦うことになるなんて。眉村みちる、ここはどこだ？お前は誰なんだ？そこのお前がこの闇の貴公子サタン様を呼んだのか？ああ、ハルル、カーバンクルちゃん。このサタン様が力を貸すのだ。敗北は断じて許さん。カーバンクルちゃん。も、ふも、ふ。あっ！なんだ、夢か。サタン様の前に立ちふさがる者は、漏れなく、ぷよ地獄行きだ。ここはどこだ？お前は誰なんだ？私アミティ、夢は素敵な魔導士。ぷよを頭に積むの大得意。今度見せてあげるね。元気だけは誰にも負けないよ。ほらほら、スマイルスマイル。イエーイ、フィーバー気分。素敵な魔導士も夢じゃない。
な。今赤ぷよ坊に呼ばれたような。あとはお勉強を頑張るだけですねってハコール先生に言われちゃったよ。私アミティ、夢は素敵な。まだだ、絶対に終わらせない。つなげる、みゆき先輩に。ナイスチーヨウさん。エイジュン君、そろそろ黙ろうか。ピンチの場面で迎えたくない。投手から嫌がられる打者になりたいです。二人の進化が早すぎて。けど置いていかれるつもりはないから。自分に足りないものは分かってる。だからこそ多くは望まない。捉えられる球を確実に捉える。まだだ、絶対に終わらせない。つなげる、みゆき先輩に。ナイスチーヨウさん。僕アルル、魔導士の卵なんだ。君もプヨを消してるの？プヨを消してるうちにまた知らないところに来ちゃったみたい。長いことプヨを消してるけど未だに謎が多いな。冒険って聞くとワクワクしてきちゃうんだ。プヨを消すなら僕に任せてよ。あっちの方でプヨ勝負が始まったみたい。次は僕も混ぜてもらおうっと。僕アルル、魔導士の卵。じゃあ私だけ見てて。あなたにもマナカは彼女だよって言ってほしい。あのね、やっぱり今日はデートだったのかな、なんて。オス、マナカだよ。一緒に帰ろ。ありがとう、すごく楽しみ。頑張ってるよね。私は知ってるよ。じゃあ私だけ見てて。あなたにもマナカは彼女だよって言ってほしい。我、打点の王なり。ストライクショット。我、打点の王なり。ストライクショット。祝福のお知らせに参りました。大京シニア出身、奥村光秀。希望ポジションはキャッチャー。憧れる選手は特にいません。じゃあ俺は絶対残しません。毎回完食してみせます。目障りなんで消えてもらえませんか、先輩。食堂居残り組の意地、先輩たちに見せつけてやろう。今はまだ俺にその権利はありません。必ず一軍に上がってみせます。その時には確かめてみたい、自分の力がどこまで通用するのかを。大京シニア出身、奥村光秀。希望ポジションはキャッチャー。間宮シニア出身、由井薫。小中とキャッチャー一筋だったのでキャッチャー以外は考えられません。いいね、自分勝手で。投げたくなったらいつでも声かけてください。俺キャッチャーなんです。もちろんチームが勝つためだけど、試合だとここまで献身的に振る舞えるんだ。けどはっきり言われた、お前じゃ物足りない、実力不足だと。上等だよ、それでこそここへ来た甲斐がある。間宮シニア出身。あれ、前は私のことあんなに煙たがってたのに、ヒカルくんやヒカルくんパパがいない時は都合のいい女なんだ。なんて嘘嘘、冗談よ。いいわよ、オッケーに決まってるでしょ。嘘でしょ、なんなの、なんで私なの。ちくしょう、私の初恋を返せよタコ。さくらむつこ役の声優、花澤香菜です。パワープロはですね、私ゲーム経験が
本当に少ないんですけれども、野球好きの父の影響で、小さい頃やっておりました。そんな作品に出られてとても嬉しいです。メジャー皆様よろしくお願いいたします。このまま終わらせねえよ。うちのエースもお前に負けないピッチングしてるからな。さーて、今年はどんな生意気な奴らが入ってくんのかね。そうなんだよ、めんどくせえ奴らなんだよ投手って生き物は。だから面白いだろ。もっと上を見てるんだろ、目指すべき姿があるんだろ。だったら超えてこい、その壁を。でもこんなにも早く、あいつがエースナンバーを背負う姿まで俺は想像できていたか。負けられねえな、負けられねえよな。俺たちもこのまま終わらせねえよ。これが沢村伝説第二章の始まり。リタッ、この悔しさを忘れないように、もう一度あのマウンドに立つために。受けて立つ、お前らの挑戦受けて立つ。なんて生意気な一年だこの野郎。あの野郎やっぱめちゃくちゃ熱いやつじゃねえか。どんな状況だろうと俺は俺を全うする。これが沢村伝説第二章。自分はここに来たから成長できたと思ってるし、まだまだ成長できると思っています。行かせてください。こんなもんじゃない、まだいける。あの日はもっともっと。わかりました、ねじ伏せます。手に入れたいのはあの日以上のピッチング、日本一のピッチャーになる。その目標は変わりません。自分はここに来たから。恥をかくのは悪いことじゃないよ。悪いのは恥を恐れて好奇心をなくしてしまうことさ。佐藤光役の声優、西山幸太郎です。皆さん野球好きですか？パワープロ楽しんでますか？光くんたちの活躍をぜひメジャーセカンドのコミックスやアニメで確認してくれよな。バイバイ。やだな、まだ全然アイドリングだったけど。本気だとこうだけど。 Yes I play baseball for the first time. OK? だいぶ慣れてきたかな。野球って案外簡単じゃん、大悟くん。 OK、 じゃあ僕と一緒に野球やろう。まだだ、まだ振り出しに戻っただけだ。ここをしのいで裏でさよならだ。眉村渉役の声優、福島純です。パワープロに出れました。すごく嬉しいです。メジャーセカンドもパワープロも楽しんでください。よろしくお願いします。投げろ、俺たちがこんなとこで負けるわけにはいかない。オッケー、てめえはちゃんと俺のバットでノックアウトしなきゃ面白くねえぜ。俺たちはこいつらと今週末対戦すんだぞ。バカも休み休み言え。はあ？キャッチャーだからに決まってるだろう。俺はピッチャーじゃねえよ。まだだ、俺の役目はこのチームの勢いを殺すこと。いきなり激アツ！ここで俺かよ、激アツじゃん。じゃあ後でな、バッチバチにやり合おうぜ。負けねえよ一年には。俺の役目はこのチームの勢いを殺すこと。おっと突っ立ってるカカシじゃねえんだ。
甘く来たらいただくぜ。けどな、譲れねえよ。甲子園だけは譲れねえ。ここまでやってりゃ勝ちが欲しい、結果が欲しい。普通の高校生活なんてとっくに諦めた。野球のためだけの生活。大した秘密兵器だな、矢部をインコースで仕留めたか。おっと突っ立ってるカカシじゃねえんだ。甘く来たらいただくぜ。けどな、譲れねえよ。いいの、あんたは凛子専用なんだから。不特定多数を楽しませる必要はなし。うん、優しくてちょっと困ったような。凛子が世界で一番好きな顔。今日は凛子の生まれて初めてのデートでした。そんだけ。またね。あんたはさ、凛子の味方なんでしょ。まあ一応お礼は言っとくよ。ほっといてよ、おせっかいじじい。いいの、あんたは凛子。まだ頭がぼーっとしてる。好きよ、大好き。私をあなたのそばに置いてほしいの。照れてるの可愛かったよ。あれはあなたをからかっただけだよ。もうこれくらいで落ち込まないの。うん、保証する。お姉さんの言うことなんだから信じて OK。まだ頭がぼーっと。うろちょろすんじゃねえライチ。てめえは絶対俺のバットでホームに返す。レッセー、その呼び方すんじゃねえ。エースと4番、俺は両方手に入れる。うろちょろすんじゃねえライチ。てめえは絶対俺のバットでホームに返す。俺たちは誰だ。王者セイド。誰より汗を流したのはセイド。誰より涙を流したのはセイド。戦う準備はできているか。我が校の誇りを胸に狙うはただ一つ、全国制覇のみ。行くぞ。もう一球お願いします。監督、もう一度、必ずもう一度お前をマウンドに立たせてやるからな。俺たちにできることはただ一つ、選ばれなかったあいつらの分まで強くなることだ。最後まで俺たちの野球で戦おう。答えはグラウンドの上で出してやればいい。俺たちは誰。最初から点取られるつもりでマウンドに上がるような投手には死んでもなりたくねえ。わずかな希望も夢もみんな絶望に変えてあげるから。ねえ、もっと胸張って帰っていいよ。この夏日本一になるチームに敗れたんだからさ。結局すげえの、すごくねえの、どっちなんだよお前。ドリンク一つちょうだいな。最初から点取られるつ。ああ、俺たちはいつでもどこでもただ全力で野球をするだけだ。またお前と試合ができる日を楽しみにしているぞ。うん、チーム全員の力で勝ち取った勝利だ。うん、この野球部での時間を通じてお前たちとはかけがえのない仲間になれた。卒業して離れ離れになるのは少々寂しいな。そんなことはない。あれから随分バカズを踏んだからな。ああ、俺たちはいつでもどこでもただ全力で野球をする。ボールが
手元でギュンって曲がった。野球ってすげえ。お前すげえな。すげえよ古谷、沢村、川上、それから丹波、まとめてぶっ飛ばして、あの球来い、絶対ぶっ飛ばす。ポテンシャル高え。こいつすごい武器持ってるよ。ボールが手元でギュッ。最後の最後、俺はプレイヤーとして最高の球を受けることができたんだからな。インコースに投げられないなら投げなくていい。今だからこそこの球を磨いてみたらどうだ。いいんですか、自分で。自分の指導は監督より厳しいかもしれませんよ。明日が二軍最後の試合なんだ。見に来てくれないか、親父。まだまだ試合はこれからだ。閉まっていくぞ。最後の最後、俺はプレイヤーとして最高の球を受けることが。あら、いい心がけね。お互い努力していきましょう。立ち止まらず成長するためにね。カリーナ・スリムスカヤよ、どうぞよろしく。あなた、ありがとう。あなたのそういうところ好きよ。お菓子？悪いけど糖質の塊は食べられないわ。壊すな。あら、いい心がけね。シゲの第五役の声優、藤原夏実です。いや、メジャーセカンドがついにあのパワプロさんとコラボするということで、私も早くプレイしたいです。ということで皆さん楽しんでくださいね。夢の舞台へ駆け上がれ。あんなにかっこいいプレイができるのに退屈とか言うな。言うな。もし俺がキャッチャーやるなんて言ったら誰だって笑っちゃうよな。いやだ、こんな当たり底でアスリートじゃない。俺は本当にお父さん見たくかっこいい選手になりたかったんだよ。シゲの第五役の声優、藤原な。俺たちは誰だ。王者セイド。誰より汗を流したのはセイド。誰より涙を流したのはセイド。戦う準備はできているか。我が校の誇りを胸に狙うはただ一つ、全国制覇のみ。行くぞ。これだけの好ゲーム、試合に出たくなかったと言ったら嘘になる。お前の後ろには俺がいるからな、思いっきり暴れてこい。丹波さんの夏をこんなところで終わらせるわけにはいかないんだ。俺も逃げねえぞ。お前のように攻めるからな。たとえアウト一つでも全力を尽くしたい。俺たちは誰だ。連役の遠藤ゆりかです。大好きなパワプロシリーズに参加できて最高に幸せです。片桐連ちゃん、可愛がってあげてくださいね。お、いいこと思いつきました。ねえ先輩、結婚しませんか。先輩のことはずっとずっと連がお世話するんですからね。ずっとそばにいるって言ったじゃないですか。これで夜も一緒ですね。レンは先輩のためなら何でもしちゃいますから。片桐レン。俺たちは誰だ。王者セイド。誰より汗を流したのはセイド。誰より涙を流したのはセイド。戦う準備はできているか。我が校の誇りを胸に狙うはただ一つ、全国制覇のみ。行くぞ。打たれるつもりも点を取られるつもりもない。僕がこのチームのエースになる。
誰にもマウンドを譲らない。けどこの人たちが後ろにいてくれるだけで十分心強い。もう一点もやりません。俺たちは誰だ。野球さやか役の松崎玲です。いいなずけですよ、いいなずけ。あお前は私のいいなずけであろう。責任を果たせ。近すぎるぞ。ああ、野球してるときは邪魔になるから。変か、私の竹刀のサビにしてくれるわ。コナミ一刀流柳生さやか、いざ参る。柳生さやか役。マジカルー役の湯浅楓です。こうしてみんなと考えたキャラクターが実装されるのはまさにマジカって感じです。ぜひルーちゃんを彼女にしてマジカルな野球ライフを送ってみてください。君は僕にとって誰よりも偉大な魔法使いだよ。僕に任せて、君には指一本触れさせないよ。魔女カランドの爆弾娘とは僕のことでい。君は僕と噂されるの嫌？マジカマジカル、マジマジカ。マジカルー役のよ。投手をマウンドで輝かせるためなら何だってするぜ。どんな嘘でも、どんな嫌われることでもな。俺のミットが見えてねえんなら今後一切リードなんてしねえぞ。ナイスボール。クリア、お前の正面にだっているんだぜ、頼れる先輩がな。たったそれだけで俺たちは最高のパートナーになれる。投手をマウンドで輝かせる。怖いもの知らずの一年かと思ったけど、うちに来なかったこと後悔すればいい。10年後も20年後もずっとあいつがプレッシャーを感じないようなただのバカじゃなくてよかったよ。でも彼女はできない。クソ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 、怖いもの知らずの一年かと思った。もちろん攻めてくよな。バッテリー二人で作り上げたこのチャンス、期待に応えなきゃ男じゃないよね。その姿に憧れて少しでも近づきたくて、ただこの人に認められたくて。普通にやってても兄貴には近づけないから。やる気がないなら変わってよ。代打俺。バッテリー二人で作り上げたこのチャンス、期待に応えなきゃ男じゃないよね。三人の気持ち全部俺に預けてくれるか。明後日の試合マウンドに上がった者がエースだ。全員そういう気持ちで戦い抜こう。俺はこのチームのエースナンバーを背負ってるんだ。いいか、打たれた時はみゆきのリードのせいにしろ。そうすれば切り替えられる。切り替えろ。大事なのは打たれた後だからな。三人の気持ち全部俺に預けてくれるか。おはよう、今日も一日頑張ろうか。まさかこれは運命の出会いなのでは。まあちゃんってば真面目だね。もっと気楽にやろうよ。葉山葉月、ばあちゃん役の声優泉風花です。ばあちゃんを弾いてくださってありがとうございます。皆さんがばあちゃんをいっぱい楽しめるように全力で盛り上げていきたいと思っています。好きなポジションはショートです。そしてばあちゃんとわあちゃんをよろしくお願いします。おはよう、今日まさかこれ。やってくれるさ。このチームが負けるとこなんてイメージできないもん、多分。おはようございます。今日も一日頑張りましょう。どうも私には適当に話を合わせているように見えますが。ばあちゃん、もっとちゃんとしてください。若松若菜、わあちゃん役の声優飯田優子です。
わーちゃんの収録は、時に激しく時に丁寧に楽しく撮らせていただきました。皆さんがパワプロアプリ楽しんでいただく手助けになれていたら嬉しいです。ぜひぜひたくさん遊んでください。ありがとうございました。行こう絶望くん、ワクワクドキドキな希望の始まりだら。悔しいけどよ、逆立ちしてもかなわないすげえ打者が俺の後ろにはいるからな。甲子園に何があるか笑わせんじゃねえ。知りたきゃてめえの目で確かめてこい、バカ野郎。マネージャー、あと2日よろしくな。俺たちも死ぬ気で戦うからよ。これでも毎打席毎打席必死でボールに食らいついてんだよ。去年の借りを返すには最高の舞台じゃねえか。悔しいけどよ、逆立ちしてもか。初球から思いっきり行けよ、ハルイチ。お前なら打てるよ。辛かったら休んでてもいいんだぞ。お前と変わりたいってやつはたくさんいるからさ。後ろから急激に追いかけてくる影、あれは本当怖いから。ここはお前が考えてるほど甘いところじゃないよ。だから何、これぐらいの怪我はみんなだって隠してる。俺たちは天に掲げるは王者の剣、世界を守る鞘とならん。俺たちは誰だ。王者セイドー。誰より汗を流したのはセイドー。誰より涙を流したのはセイドー。戦う準備はできているか。我が校の誇りを胸に狙うはただ一つ、全国制覇のみ。行くぞ。はい、ガンガン打たせてくんで、よろしくお願いします。エースになるためにここに来てるんだ。その気持ちだけは誰にも負けるつもりねえすから。認めさせるんじゃない、この人たちに。チームメイトに認められてこそエースなんだ。わかりました、バス。この私、必ずや期待に応えてみせます。おし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 。俺たちは誰だ。同じ過ちは繰り返さん。瞬間瞬間に全力で挑むのみ。いつものアタッチメントつけるの忘れた。俺は絶対にレギュラーに返り咲くぞ。全力で来い。うがー、俺のプリン。うが。もう同じ過ちは。僕は野球をやめたんだ。僕は彼に負けて逃げ出したんだ。星井スバルです。みんなよろしくお願いします。あとは頼んだよ、パワプロ。これが僕の新球種、スターダストシュートだ。星井スバル役の大坂亮太です。小学校の頃からプレイしているパワプロシリーズにまさかキャラクターの声として出演できるとは思ってもいませんでした。その気持ちと気合を全力でスバルを演じることに使っていますので、ぜひ楽しんでスバルのことをもっと好きになっていただければ嬉しいです。僕は野球をや絶対絶対行きましょうね、甲子園。てめえいきなりテンパってんじゃねえ。マウンドから降ろされてえのか。ほんとめんどくせえ野郎だな。虹三次所属 VTuber の佐々木咲也よ。今回はパワプロで投げることになりました。応援よろしくやよ。甲子園優勝するんはうちらレインボール高校やよ。虹三次の絆見せるやよ。レインボール高校のエース
佐々木作をよろしくやよ。うちの弾打てるもんなら打ってみろ。好きなパワープロキャラは矢部くんでやんす。メガネがキュートでやんす。パワープロアプリをするときは部屋を明るくして大パンせずに楽しむやよ。おはやよ。二次三次所属 VTuber の佐々木作やよ。今回はパワープロ。あれな。二次三次所属アイドルマジシャンの夜見れなでーす。輝く舞台で一緒に輝こうね。夜見のマジックで甲子園優勝まで導いてあげるよ。目を閉じて3、2、1なんちゃって、一緒に頑張ろうね。レインボール高校のライトの夜見れなです。優勝まで駆け抜けるぞ。あー、好きなパワプロのキャラは片桐れんちゃんです。すっごく可愛いよね。え、愛が重いってことは夜見の愛も重いな。ちゃんと受け止めてね。夜見のマジックショーへようこそ。マジックの力を借りてアプリでいつでも会えるね。今日も打って走りまくるぞ。おはしーなー、二次三次所属の椎名結花です。よろしく。レインボール高校のファースト椎名結花です。それなりに頑張って甲子園優勝するぞー。みんなー、あてしを甲子園に連れてってなー。よろしくー。じゃあ寝るかー。好きなパワープロキャラはキリルかな。戦国高校ではお世話になったからねー。あまねちゃんが可愛くて好きかな。私に似てるしなー。おはしーなー、二次三次所属の椎名結花です。俺がくじけることは絶対にない。頑張れ。人は心が原動力だから、心はどこまでも強くなれる。アウトのはずないだろう。デッドボールだったぞ。よく見てみろ、この土汚れの跡を。もう少し明るいところで見てくれ。ちょっとあっちの方で集中しろ。呼吸を整え、最も精度が高い最高の打撃を繰り出せ。ダメだ、この球は打てない。まだ練習が足りない。さっきの球とはまるで違う軌道だ。君のピッチングはすごかった。でも隠し球をしたことは許さない。俺がくじけることは絶対にない。雷の呼吸一の方、霹靂一閃六炎。あー、来ないで、来ないでくれ、やめて。俺が何とかしなくちゃ。俺が守ってあげないとかわいそうだろ。失点が二桁とかあんまりだぞ。どうすんだどうすんだ、負けるよこれ。負け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 。ノーアウト満塁で登板だなんてひどい。あんまりだぞ。負け投手だよ俺。くぶくり負けた。でもさ、俺だって精一杯頑張ってるよ。なのに最後すっぽ抜けでさよならホームランになんの。嘘でしょ。嘘すぎじゃない。いつ打たれるかわからないんだ俺は。雷の呼吸一の、みんな行くにゃ。にゃーの恩返しにゃ。応援してるにゃ。猫じゃにゃいにゃ。にゃ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 。よろしくお願いするにゃ。けだものの呼吸五の牙狂い咲け。どいつもこいつも俺が助けてやるぜ。すべからくひれ伏し、あがめたたえよ、この俺を。見たかよ、お前に打てるボールは俺にも打てるんだぜ。簡単なことなんだよ。一回で打てないならもう一回バット振りゃいいんだよ。だって俺
バット2本持ってるもん。最強。いいよ、気にしないで。ごめんね、アウトになって。ストライクを入れて叩く、この弱みそが。けだものの呼吸、五の牙、狂い咲き。技術バケツ。いってらっしゃい。人は守り助けるもの、傷つけない、絶対に傷つけない。技術バケツ。虫の呼吸、蝶の舞、戯れ。私は柱の中で唯一鬼の首が切れない剣士ですが、鬼を殺せる毒を作ったちょっとすごい人なんですよ。休息がないからといって安心したらいけませんよ。私のように変化球中心で戦う投手もいますからね。まあ打てて当然ですけれども、仕方ないです。打てないならしょうがない、しょうがない。もしもし、もしもし、もしもし、頑張ってますね。他の人は帰ってしまったのに、こんな時間まで練習してるなんて。フォームを踏むのは無理なようですね。残塁残塁。虫の呼吸、うまい、うまい、うまい。そんなことで俺の情熱はなくならない。心の炎が消えることはない。俺は決してくじけない。野球のルールは知らん。この話はこれでおしまいだな。よそ見している間にこんな事態になっていようとは、よもやよもやだ。スタメンとして不甲斐なし。穴があったら入りたい。俺は俺の責務を全うする。みんながつないでくれたこの打席、必ず得点につなげてみせよう。どんな球種であろうとも、球である限り当たれば飛ぶ。俺も球種を探りながら戦う。君も気合を入れろ。うまい、うまい、うまい。全集中、水の呼吸、11の型、投げ。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。なぜバットを振らなかった？なぜ俺のサインに背を向けた？そのしくじりでアウトを一つ取られている。俺の打順までよくつなげた。あとは任せろ。俺の仕事は球を打つことだ。もちろんお前の決め球も打つ。簡単な話だ。ピンチに連打を浴びたから降板になった。全集中、水の。キミネです。マネージャーやります。私を甲子園に連れてって。ええ、ご主人様。いってらっしゃいませ、ご主人様。さてお参りも終わったし、おみくじ引きましょう。ありがとうご主人様。楽しんでもらえたかな。諏訪のキミネです。マネージャーやります。ラミーを目覚めさせたのは誰です？ラミーはまだまだこの世界に興味あるです。だから残ったです。驚いたです。君はラミーの運命の人だったですね。ついに君も闇の力に目覚めたですね。悪の組織は去ったようです。なんとかなったです。このチョコには呪いがかかってるです。ラミーを目覚めさせた。私も変わらなきゃって思って。だからこれからはチームメイトとしてよろしくね。
練習メニューをまとめておきました。一緒に練習しましょう。勝ち越しのランナーが出ましたね。練習試合とはいえ勝ちたいです。皆さんにプレゼントを配ろうと思って、どうせならこうやって自分を変えてみようかと。ケーキいかがですか？なんでもない。いつか独占取材させてね。私も変わらなきゃって思って。おで、みんなのこと忘れない。友達なれてよかった。おで、楽しかった。ニャプテと料理、あっちから煙が。ピラミッド建てるのに頑張ってくれた。またピラミッド作る。それがおでの役目。おで、困る。おで、みんなのこと忘れない。友達なれてよかった。よろしく頼むかの。ファラオに捧げるにふさわしい勝利じゃったの。野球は必死に勉強して知っていくうちに好きになったのじゃ。ただエジプトに戻ったら今度はもう少し素直に頑張ってみるかな。ともあれ、お主はいい男であった。まあファラオほどではなかったがな。いろいろとありがとう、お主たち。じゃあな。よろしく頼むかの。行くぜ、俺のターン。ドロー。ショットガンシャッフルはカードを痛めるぜ。どんな不利な状況でも相手には余裕を見せつけろ。これが心得その1だぜ。俺からすれば野球のユニフォームは地味すぎるぜ。もっと腕にシルバー巻くとかさ。お前は弱虫なんかじゃない。ずっと誰にも負けない強さを持っていたじゃないか。優しさって強さを俺はお前から教わったんだぜ、相棒。これが俺の切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン。行くぜ、俺のターン。ドロー。本当の勇気ってどんな時でも自分の手の中で命のチップを守り続けることじゃないの？もうやめて。とっくにアウトカウントは3よ。もう勝負はついたのよ。たとえ心が2つあっても、あなたが向かい合うのは自分自身の心だよ。だから自分の心に正直でいて。それが仲間だと思うから、それが友達だと思うから、私負けない。友情を守ってみせる。自分でも夢の実現なんてそう簡単じゃないことは分かってるんだ。でも自分にちょっとだけでも可能性があるならそれを信じたい。行くわよ、ブラックマジシャンガール。本当の勇気ってどんな時でも。サンドストーム。お前のおかげだ、感謝するぞ。お前こそ私の真の友だ。うむ、良きに計らえ。この野球部でお前は私の良きチームメイトであった。褒めて使わすぞ。お前のおかげで私は野球という競技の魅力と奥深さを知ることができた。では名残惜しいが、愛すべきエジプトに帰還するとするか。セティ、準備は良いか？サンドストーム。私の前に立ちふさがる男は容赦しない。潰すわよ。強い男の人って大好き。私よりもね。選手の勇気が問われるのは勝った時じゃない、負けた後なのよ。この世に完全無欠のデュエリストなんていないわ。みんな心に弱さを持っている。本当は玉筋が見えているのに目を背けようとする。
そう、見えるけど見えないふり。ツーストライクだったと気づかずに。さあ来て、ハッピーレディ。私の前に立ちふさがる男は容赦しない。できるかじゃねえ、やるんだよ。少しでも多くの善人が平等を享受できるように、俺は不平等に人を助ける。至上です、何とかしてください。俺は自分の良心に従って人を助ける。もっと自由に広げろ、術式の解釈を。その人に揺るがない人間性があればそれ以上は何も求めません。できるかじゃねえ、やるんだよ。少しでも多くの善人が平等、強くなりたい。最強を教えてくれ。自分が死ぬ時のことは分からんけど、生き様で後悔はしたくない。寂しがりなんでね、いっぱい人を助けて俺が死ぬ時大勢に見とってほしいんすよ。そうも、恐怖も後悔も全て出し切れ。拳で乗せろ。お前の真実は正しいと思う。でも俺が間違ってるとも思わん。別に何でも話してくれとは言わねえけどさ、せめて頼れよ、友達だろ。強くなりたい。かけられるわ、私が私であるためだもの。はい、お礼言ったからチャラ、かしこりねーし。よくやった、褒めて使わす。さっさと終わらせて、ザギンで死すよ。釘崎野原、喜べ男子、こう言ってんよ。答えがない問題もあんでしょ。考えすぎ、ハゲるわよ。かけられるわ、私が私であるためだもの。できるかじゃねえ、やるんだよ。少しでも多くの善人が平等を享受できるように、俺は不平等に人を助ける。至上です、何とかしてください。自分の良心に従って人を助ける。もっと自由に広げろ、術式の解釈を。その人に揺るがない人間性があればそれ以上は何も求めません。できるかじゃねえ、やるんだよ。少しでも多くの善人が平等。大丈夫、僕最強だから。生徒の前なんでね、カッコつけさせてもらうよ。ま、君が戦わないなんてことはありえないんだけどね。お疲れ様んさー。ワコードから青春を取り上げるなんて許されていないんだよ、何人たりともね。やるでしょ、サプライズ。大丈夫、僕最強。じゃあ明日からも頑張ろう、一緒にね。諦めるのが早いよ、今はちょっと弱気になってるだけだって。まあ大丈夫でしょ、まだその時が来てないだけ。こうして二人きりで会うのは新鮮だね。隣に座っていい？大丈夫、練習してきた時間は無駄じゃない。じゃあ明日からも頑張ろう、一緒にね。